被害に遭ったのは杉並区本天沼2丁目に住む80代の男性です。先週11日、息子を語る男から、お安さん、急にお金が必要になった、いくらか用立ててくれないかなどという電話がありました。話を信じた男性は自宅前で部下の菅原を名乗る男に現金およそ230万円を手渡しました。杉並区中野区ではここ最近、詐欺の被害が多発しています。 各警察署では詐欺被害に遭わない簡単な対策として留守番電話の利用を呼びかけています。電話の相手と直接やりとりをする機会を減らし、冷静に対応することができます。電話口でお金の話が出たら詐欺の可能性が非常に高いです。少しでも怪しいと思ったら一人で悩まず必ず家族や警察に相談してください。